ご視聴ありがとうございます。リラクヤの花澤です。予告していました5月12日になりまして、リラクヤの予約サイトをですね、レゼルバの方で公開しております。以前にも注意点などは申し上げましたし、サイトの方見ていただければ分かるようにはなっていると思うんですけれども、ブログの方などでも書いておりますが、承認制であることですとか、あとはちょっと先のご予約もあんまり入ってしまうと処理が追いつかないことが考えられましたので、短いんですけれども約1ヶ月ですね、6月の半ばまでで一旦制限させていただいております。それより先のご予約は基本的には受けていないっていうことになりますね。それとメールアドレスの入力をしていただくことになるんですけれども、ドコモですとか au ですとかソフトバンクですとかといった携帯のキャリアのメールアドレスを入力登録されますと、こちらからのメールが届かない可能性があります。注意事項にも書いてあるんですけれども、メールの受信許可で登録していただくか、 gmail ですとか yahoo メールみたいな携帯からのメールじゃなくても届くメールアカウントをご記入いただくとスムーズかと思いますので、よろしくお願いいたします。承認制とは言ってもですね、いつまでもお待たせするっていうことはしないで、遅くても 2,3 日以内に合否というか可能だったか、申し訳ないですけどお断りっていう形になるのかの返事はさせていただきます。ちょっと久しぶりにね開店しておりますので、ですし結構今すごく YouTube の方も再生数とか多くなってますので、正直どれぐらいの反響があるか予測しきれてない部分もありまして、子供もねまだ小さいので、何か体調崩すとかいうことも考えられまして、あまり先のことはお取りできないなっていうふうに考えて、そのように予約体制やっております。ご迷惑をおかけすることがあったら申し訳ありませんが、ちょっと様子見ながらやっていきますので、ご理解ご協力いただけましたら幸いです。はい、告知だけですと面白くないかと思いましたので、ちょっと役立つ簡単にできて気持ちがいい肩こり対策をお教えいたします。テレビで見たやつなんですけど、知らない方も結構いらっしゃるかと思いますので、気持ちが良かったのでご紹介します。肩こりってこう気になるこの背中側の方だけじゃなくて、その胸の筋肉も同時にほぐした方がいいんですね。でこの布団バサミを使っていただいて、肩の肩甲骨の内側と胸の方ですね、この鎖骨の下の肩寄りの方ですねと肩甲骨の内側の高い位置ですねに当てていただいて、でこの状態で肩を回します。前に10回、で後ろにも10回、でこの当てたところを動かさないようにしていただいて、で反対もやりますね。これすごく厚みがある方だとちょっとはまらないかもしれないですけど、大体の方は大丈夫だと思います。でこの当ててこう気持ちのいいところに探して当てていただく感じですね。この鎖骨の下の外側の肩関節ですね、前は肩関節のところ、肩甲骨鎖骨と肩関節がぶつかるちょっと手前ですねに当てていただいて、
でこっちはこの肩甲骨の上角って言うんですけど、中の高い部分ですね、内側の少し高い部分で当てていただいて、で回しますね。なるべく大きく回すようにしていただいて、まあ後ろ20回と前20回ですね。はい、まあこの布団バサミ割とどのお家にもあるかと思います。ない方は、まあ、ダイソーとか100円ショップで買えますので、気になった方はやってみてはいかがですか。はい、ご視聴ありがとうございました。気に入りましたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。 See you